切っちゃった。聞こえた？よかったよかったよ。いや多分私がねこのイヤホンをしなかったからかな、なのかな。よかった、みんな聞こえた。こんにちは。改めて広瀬みのりです。ヘルヘルポケットの広瀬みのりです。お願いします。イエーイ。こんにちは皆さん、ありがとう。聞こえた聞こえた、言ってくれてる。よかったよかった、無音配信のところだったよ。そう皆さん、台風大丈夫でしたかね。すごいいろいろ風とか雨とか、あと川とかもねすごい不安だったんですけど、みんな朝ツイートしたらね無事だったって言ってくれてすごい安心しました。ありがとうみんな。聞こえた、家で引きこもってた、本当？そう、安全にね皆さんがいてくれたら良きだなと。お、こんにちは、初見です。ありがとう。ありがとう、大丈夫、よかったみんな。関西は大丈夫だった、本当？よかった。みのりさんです。おはよう。みのりちゃんが心配で寝れなかった、優しい、本当？お、初見です、初見の方がありがとうございます。あら、会社の電話の線が断線しちゃったの？大変だね。なんかいろいろあったけどね、早く良くなるように私も願っております。こんにちは、音来てる、よかった、ありがとう。後ろの、あ、そう、後ろのメロンパンはですね、私のあの今年のね生誕祭のあのスタンドフラワーにあったメロンパンでございます。そう、ちょっと飾ろうと思って、あとねこのハートのね見て、これフランフラン、大好きなフランフランのクッションを置いてます。よいしょ。そうそう、そしてねここに告知ボードが置いてあります。あとでね告知させてください。そう、メロンパンなんだよ。近くなっちゃうんだよね、これコメント読んでると近くなっちゃうのねえ。みのりが心配すぎて0時前に寝ました。ぐすりやないか。あ、今度東大来てくれるの楽しみ。あ、そうなんです、これ後でね告知もさせていただくんですけど、あの東大さんの、東京大学さんのね駒場さんに出演させていただくことも決定したりとかね、本当に嬉しいことがたくさんあるので、皆さんフルポケぜひぜひチェックしてください。そうなんです、嬉しい、ありがとう。よかった、でもみんなが元気で安心しました、よかったです。はい、ということでね、あのツイッターでも言ってたんですけど、あの今回はカラオケ配信を初めてやってみようかなと思っております。はい。お、みのりを見て復活しました、やったー、よかった、元気です。ちなみにそう、メンバーもねあの元気だと思いますので。そうね、嬉しい、みんなこう星いっぱい投げてくれてありがとう、見えてるよ。あ、間違えちゃった、タイムライン、あ、待って、これ見てなかった、ちょっと待ってね、ハート投げてくれてたよね。ねきのさん、ハートありがとう。そしてそして、おー、嬉しい、いっぱいありがとうね、投げてくれて。よし、これで大丈夫だ。そう、カラオケ配信ね初めてだから、ちょっとねやり方がまだあのプロじゃないんですよ。なんていうの、その難しいからさ、あのちゃんとできるか不安なんだけど、ちょっとやってみようかなと思っております。はい。そう、きのさん、ハートいっぱいありがとう。お、みなりちゃん、やっほー。ありがとう、見に来てくれて。あ、え、すごい、200人の方がもう見に来てくださって、ありがとうございます、嬉しい。そうでね、そう、今日は何歌おうかなって思ってて、そう、考えてたんだけどね。お、
みのみの、はーい。ヤッホー、お、大五郎さん、ハートありがとう。あ、こんにちは、こんにちは。今日も推しが可愛い。あー、嬉しい。ありがとう、来てくれて。今日はね、そう、今日前髪ね、あのね、でもね、今日固め、あ、今日は魔法で、崩れないようにしてないんですよ。そう。ステージの時はね、がっちりとするんですけど。うん、みなりちゃん、お久しぶり。お久しぶり、ありがとう。いや、嬉しい、みんな言ってくれてる。広瀬プロは何でもプロ。ほんと？そう、あのね。なんかみんなとの話楽しみすぎちゃって、そう、歌に行けなくなっちゃう。はい。そう、今日はなんかいろいろ何歌おうかなと思ってたんだけどね。やっぱりその好きなアイドルさんだったりとか、なんだっけ、そのアーティストさん、シンガーソングライターさんの歌とかも歌えたらいいなって思ったりしてるんですけど、はい。そう、あ、プライベート感あって、それはそれで可愛い。本当？そう、今日は前髪、ふんわり系、そう、いつもね、このぐらいのふんわりを保ちたいんだけど、そう、ちょっとね、カチッとさせてるんですよね。みなりちゃんのプロのアイドル感めっちゃ好き。本当に？イエーイ。やった。そうね、今日は初回だから、そう、自分がちょっと選んだ曲を歌ってみようかなと思うので、そう、でもまたね、いつかリクエストもできたらいいなって思います。はい。いや、ほんと近くなっちゃう、これコメント読んでると。はい。そう、カラオケ配信するからさ、調べたんだけど、できるかな、大丈夫かな。あ、嬉しい、歌も楽しみ。ほんと？ありがとう。あ、え、嬉しい。コスメ何使ってるのか気になる。ほんと？じゃあいつかコスメ配信とかもしようかな。そう、前はさ、リップタイムとか言ってさ、リップ塗ってたよね。そう、あったんですけど、はい。ということでね、何曲ぐらいにしようかなと思ってて、そう、あとなんかワンコーラス歌って、なんかいっぱいいろんな種類歌っていくのもいいなとも思うんだけど、そう、どうしようかな。そう、まずでも一応ね、歌いたい曲をこのノートに書いてあるので歌っていこうかなと思います。で、国歌から始めるの？何、そのラジオ体操的な準備的なこと？いや、みんな国歌はねえ、笑わせないで、みんな。ねえ、すごい、みんな国歌言ってる。まあ、国歌はね、素敵な音楽ですからね。え、カラオケで国歌歌う人いる？ほんと？まだ出会ったことないや。みんなこう、ビシってして聞くことになっちゃうよ。みんなでよく笑うね。嬉しいんだよね、みんなとお話できるの。はい、ということで、じゃあ国歌は置いといて。ダメだ、今日もヘラヘラしちゃう。ね、まずは大好きなキュートさんの曲歌おうかなと思うんですけれども、はい、どうでしょうか。ちょっとさ、とりあえずさ、カラオケ配信、設定みたいなのやってみますね。ここにカラオケって、あ、その前に、ちょっと待って、ごめんね、テロップを打ちます。ちょっと近くなります、画面に。11月17日、あ、ちょっと待ってね。フルポケケワンマン、うん、あ、打てない、ワンマンライブ。オッケー。
設定しました。あ、はじめまして、初見です。ありがとうございます。ありがとう。あ、そう、カラオケ配信設定みたいなのがあるんだよね。そう、コール入れた方がいいですか？入れてみんな、あの、みーのりんとか、はいはいみたいな感じも、あの、やってね、ぜひ。ということで、ちょっと一回やってみるね。あ、ペンライト振るね、ほんと？ありがとう。カラオケ配信楽しみ、ありがとう、嬉しいよ。あ、できた。ちょっと待ってね。これね、今ね、なんかね、リバーブ入れられるんだって。ちょっとやってみるね。あ、あ、あ。え、これ自分じゃわかんないのかな？なんかさ、声にリバーブ入ってる？国歌はさ、入ってない？本当？じゃあ歌ったら入るのかもしれない。ちょっと待ってね。ちょっと曲を探してみ、あ、嘘。ごめんね。ちょっと待ってね。よし。大丈夫。これで。これで探せばいいのかな。あ、わかった。ねえ、すごい手こずっちゃう。ごめんね、ちょっと待ってね。もしかしてないのかな、これ。ちょっと待ってね。そうなんだ。曲始まらないと入らないの。ありがとう、教えてくれて。ちょっと今ね、キュートさんを探してるんだけどね。入ってるかな。そう。めっちゃ見ちゃって。ごめんね。ちょっと、すごい、すごいみんなと目合わせてるんだ。今、歌いたい曲を探してるんだけど、入ってなさそうだな。お、入ってないかもしれないぞ。あ、ん？なさそうだな。大変だ、大変だ。ないぞ。ないぞ。ということで、じゃあ。じゃあ、鈴木愛理さんの曲にしちゃおうかな。あ、ほんと？入ってない人もいる？そう。じゃあ、鈴木愛理さんの曲にしようと思います。き。あ、間違えちゃった。り。あったーあのね、そう、キュートさんの、あれ歌おうとしたんだよね。キャンパスライフ。そう、前ね、あの、なんて言ったってハロプロライブにさせていただいたときに、あいりちゃん役をね、歌わせていただいて、そうそうそう、それをね、歌おうかなと思ったんだけど、入ってなかったから、じゃあ、鈴木愛理さんにしちゃおうかな。鈴木愛理さんのね、新曲の、アイデンティティって曲を歌おうかなと思います。ちょっと歌う前に水分補給するね。そう、入ってなかったよね。ということで、ちょっと一回やってみるね。え、これ押したらすぐかかっちゃうやつかな。カラオケ配信未知だからさ、いろんな方も見させていただいたりもしたんだけど、そう、これは押したら始まる？あ、ほんと？確かすぐか。オッケー！ということで、じゃあ、喉の調子を整えて。じゃあ、鈴木愛理さんのアイデンティティを歌わせていただきたいと思います。ここに歌うんだよね。あ、なるほど。これでマイクをつけて。できた。ということで、じゃあ早速歌っていきたいと思います。お願いします。緊張するね、なんかちょっと。君へ響けこのメロディー、ずっと
くりめくる人生読めないシナリオに時々折れそうになるけど I know その先のラストでは君と笑い合ってたい君へ響けこのメロディーいつも背中押しているよそれが導かれたアイデンティティ誰と比べるのでもなく私なりの絶対値でオリジナルの愛を君に伝えたい数字を出すとかある程度は理解するけど時代次第で移ろう価値観にすがって大事なものなくしたくないの I feel 理屈よりもハートに耳を傾け当たり前を疑ってみて初めて見える確かなこと硬い若のせいで満ちているもしも道に迷ったなら君が笑う方を選ぶ等身大の思いじゃなきゃ意味がない私らしくね未来へ Day by day 更新したい足りないものなんて何もない君の声が聞こえるから君へ響けこのメロディーいつも背中押しているよそれが導かれた誰と比べるのでもなく私なりの絶対値でオリジナルの愛を君に伝えたい緊張した。なんかね、手が震えちゃったよ。すごく良き。本当？いや嬉しい。ありがとう。そう、みんななんか音符とか投げてくれてて嬉しい。ありがとうね。嬉しいです。嬉しい。めっちゃあのね、しかもね、座ってるからさ、あの声がさ出しづらくて、ちょっとそう。嬉しい。初めまして、星集めに来ましたけど、めっちゃ歌うまいですね。ありがとうございます。フルフルポケットっていうアイドルグループです。よろしくお願いします。嬉しい。ありがとう。ありがとうございます。皆さんアイテムもありがとうね。ちょっとアイテム、ちょっとお名前を言っていきたいな。ちょっと待ってね。ですね、まずハッキーさん、音符ありがとうございます。そして塩田さん、馬って書いてあるかな、ありがとう。そしてそう、あとみんなあのコールもありがとうね。みんなリンとかハイセーノとか言ってくれて、キノさん音符ありがとう。そして嬉しい。みんなありがとうね。青太郎さん、音符ありがとう。嬉しいよ。ブキチさん、ブラボーありがとう。嬉しい。そしてね、コウタさん、うまありがとう。文字かわいいね、なんか色が。
リスさん、うわ、ありがとう嬉しい、皆さんありがとうございます。嬉しいよ、ありがとうございます緊張した。でもこっからはもう多分楽しんで歌えると思います。歌が前ならフォローさせていただきました、ありがとうございます。ぜひツイッターとかもやってるのでフルポケチェックしてみてください。ありがとうございます。ティフカラオケバトルデイワン優勝者です、ありがとう言ってくれてそうですね、嬉しい桜木のゆふさんが遊びに来てくれました。メラメラさん、ヤッホー、嬉しい、ありがとうゆふてぃん、あー嬉しい、ありがとうございます皆さん。はい、ということでお聞きいただきましたのは鈴木愛理さんのアイデンティティという新曲でしたあ、ゆふてぃん、ヤッホー嬉しい。はい、ということでじゃあ何、あのね、そのアイドルさんの曲とアーティストさんの曲をね歌いたいの用意したんだけど、どうやってやったらいいかな、アイドルさん枠、アイドルさんやってからアーティストさんやるか、それともこう交互じゃないけどそういう感じでやっていくか、どっちがいいかな。あー嬉しい、みんな褒めてくれる、嬉しいよ。めちゃ実はすごい緊張したからね。そう、交互、あ本当、じゃあ交互にしようかな。でも鈴木愛理さんはさ両方なんだよね。そうそう、あでもみんな交互って言ってくれてるから交互にしようかな。同時どえ、こう掛け合わせるってこと緊張してるに見えなかった、ほんと。いや緊張してるんだよ、してたよそうよく言われるんだよね、してるように見えないって。そう嬉しい、でもはい、すごいよかった、ありがとう、嬉しいですじゃあね、何にしようかな、うん、アーティストさんの曲だとね、どうしようかな、あいこさんとかにしようかな、入ってるかな。そう最近ね、あの前のお祭り、お祭りじゃない、リリースイベントの時、浴衣着た時にも言ったんだけど、愛子さんのキスハグって曲にハマってて、そうなんです、その曲が好きなのでそれ歌ってみようかなと思います。あ嬉しい、リクエストもありがとうございます。そう、いつかさリクエストでやってみたいなとも思うんですよね。本当前に転校少女さんのさやかちゃん歌ってた、本当。あさやかちゃん、あ嬉しい、みんな愛子さん好きって言ってくれて、じゃあちょっと探してみますね。あった、よかった。ちょっとこの曲はちょっと長めだからワンコーラスにしようかなと思いますみのこさんあいこさんとかけてくれてるね。ということでじゃああいこさんのキスハグを歌わせていただきたいと思いますThank you.
がとうございます。ワンコーラスで歌わせていただきました。お、大五郎さん尊いありがとうございます。そしてハッキーさん似合うありがとうございます。やったー、ありがとう。嬉しい、みんなありがとうございます。愛子さんのキスハグを歌わせていただきました。嬉しい。よかった。嬉しいです。なんか嬉しいしか言えなくなっちゃう。浜勝さん、なにこれ、千万両ありがとうございます。コウタさん、うまありがとうございます。うまリスさん、ハートありがとうございます。ありがとう、みんな。わー嬉しい、星がすごい、わーって。じゃあ次いきます。どうしようかな。次はじゃあアイドルさんの曲いこうかな。あ、そう、桜子さん、そう、大原桜子さん大好きで、その曲も歌おうかなと企んでおります。企む。どうしようかな。なんかそう、結構ね、アイドルさんの曲をね、何歌おうかなと思った時にハロプロさんばっかりになっちゃったんだよね。そう、だから一回ハロプロさんじゃないアイドルさん挟んでみようかなと思うんですけど、そう、あのね、私そう、メロンパンが大好物なんですけど、そう、メロンパンというかメロンとかのね、歌を探してた時に、夢アドさんのメロンソーダがね、あの出てきて、 そこからすごく素敵な可愛い曲だなって思って、そう、その曲を歌おうかなと思います。あ、一人で生きられそうなやつ歌ってほしい。そう、後で歌う予定だったの、それ。お楽しみにしててください。ということで、じゃあ早速ね、その見つけた夢アドさんのメロンソーダという可愛い曲をあるかな、ちょっと見てみようと思います。あったー、よかった。すごいね、可愛い曲なんですよ。はい、ということで。そう、ハロプロさんばっかりになっちゃうからね。そう、まあハロプロさんが大好きなので。そうなっちゃうんですけど、はい、ちょっと水分補給しますね。リフで聴いた曲、あ、本当？見てみたいな。そう、あのね、あの HKT さんのメロンジュースとメロンソーダがね、すごい迷いどころだったりしてあるんですよ、実は。そうそう、お、私ハロオタです。お、嬉しい、一緒だ。お揃いですね。メロンソーダとメロンパンって合うのかな。合うよ。でも私やったことないかも、その組み合わせ。あのね、炭酸がね、あの強いのあんまり得意じゃなくて。そうそうそう、でもやってみるね、今度。メロンまみれだ。ということで、早速歌ってみようかなと思います。どうしよう、ワンコーラスにしようかな。え、メロンジュースの MV 出演して、本当にすごい。すごいね、素敵。え、本当に映ってる？あのライブバージョンみたいなやつかな。どうしようかな。じゃあワンコーラスにしますね。とりあえず、じゃあ早速イメアドさんのメロンソーダを歌わせていただきたいと思います。私のこと嫌いと
ことか捨てた書き保存に隠しておはようって送るのあの子のことが好きなのか聞けないままで夏が終わる生まれて初めての気持ち少女漫画みたいな気持ち私が一番可愛いのにどうしてあの子ばかり見るのあなたから好きと言われたならアイドルだってやめちゃうかもお願い名前で呼ばないでこれ以上夢中にさせないで間接キスが恥ずかしくて一口も分けてあげなかったメロンソーダイエーイありがとうございます。夢田さんのメロンソーダを歌わせていただきましたみんなやめないでって言ってるやめないよ大丈夫だよ。お、きのさんだるまありがとうございます。ありがとう。そしてそしてあ、すごいいっぱいありがとうね。スカイさん音符ありがとう。大五郎さん、あ、また読めないの来た。千万両で合ってるありがとう。パチパチパチありがとう。スカイさんだるまさんありがとう。バキチさんブラボーありがとう。あ、青太郎さんうまうまありがとううまうま。お、カノンさんクマありがとうありがとう、皆さんありがとうございます。嬉しい、ありがとうね、皆さん本当にありがとうすごい緊張してたんだよね。はいということで、なんかすごいじゃんじゃんいっちゃってるねこれ楽しそうに歌うみのりんが最高だよ。ほんと？イエーイ、楽しいよ、かわいい、嬉しい、ありがとう。めっちゃ近づいちゃった。カップもフランフランですか？もちろんフランフランですフランフラン大好きなんだよね。やっぱみのりちゃんだな、イエーイ緊張伝わらないの羨ましい。ほんと？いや緊張して、もう手とかちょっと震えてるんだもん。素晴らしいありがとう、ティ。あ、お揃いしよう、お揃い、フランフランにきっと売ってるよはいすごい、もう753人の方が見に来てくださってありがとうございます。すごい、今日やっぱりさ、前髪に魔法かけてないからさ、崩れちゃうねすごい音綺麗に聞こえてる？ほんと？ よかった。そう、なんか自分でどう聞こえるのかあんまりわからないからさ。そうなの。じゃあ、次はですね。あ、君の知らない物語とかどうですか？知ってるかな？ちょっと一回探してみるね。間違えちゃった。あった。独り言多くなっちゃう。あ、嬉しい。本当は聞きたい。嬉しい。じゃあこの曲も少し長めなのでワンコーラスにしようかな。あ、嘘。桜木さん好きな曲。あ、言ってた。そうだ。あの時言ってたね。あの浴衣の時。そういえば言ってた。はい。ということでじゃあ。君の知らない物語、聞いてください。いつも通りのある日のこと、君は
知らない物語でした。わあ、嬉しい、ありがとうございます。ハッキーさん、馬ありがとう。スカイさん、音符ありがとう。あ、なんだなんだ。大五郎さん、パチパチ、あ、拍手ありがとう。ブキチさん、ブラボーありがとう。わあ、嬉しい。マー君、馬ありがとう。リンさん、ハートありがとう。思っちゃった。そうだよね、アイドルネサンさんが歌われてるの見ました、私も。そう、ユフがね、すごくおすすめしてくれたりしてたので、そうそう、でもフルで聴きたいって言ってくださってる方もいらっしゃったので、ちょっとね、いつかフルで歌えたらいいなと思います。じゃあハロプロさん行こうかな。さっき言ってた一人で生きられそうって、それってね、褒めているのという曲を歌っていこうかな。あれ、一人で行け、あ、ひらがなか。ちょっと今探してます。リーで切って、あ、間違えちゃった。ラーレあるかな。ラーレ、そうで、あ、入ってない、入ってないのかな。ジュースさん、アーティストさんで調べてみよう。ジュージュージュー、ちょっと待ってね。そう、なさそうな気がしてきたな。あ、あった、ありました。あったじゃん、あった。あったよ、あった、あった。ということで、じゃあなんかみんながありました。ということで、じゃあ歌わせていただきたいと思います。はい、行きます。一人で生きられそうって、それってね、褒めているの。意地張る心だって誰かと感じてよ。
かぼちゃありがとうございます。お花もありがとう。そして大五郎さんハートありがとうございます。久保田さん馬ありがとう。浜風さん花束ありがとうございます。ありがとう。いくらこさん音符ありがとうございます。りーさんハートありがとうございます。ありがとうノリノリになってしまいましたねえ涙が止まる。本当に本当に言ってるの。嬉しい、ありがとうございます。そう、やっぱハロプロさんの曲はね、常に聴いてて歌ったりしてるのでね、ついつい気合が入ってしまいますねそう、さっきからさ、前髪めっちゃ動いちゃう。お客様10分ほどでお時間になりますが、延長しますか？延長お願いします。カラオケボックスか。じっくり鑑賞しております。ありがとう。嬉しい。無言になってしまう。嬉しい。聞いてくれてるの？やっぱハローっていいよね。ハロプロさん、本当に大好きです。素晴らしい。ありがとう。嬉しいです。どうですかね、皆さん笑顔になっていただけてますかね。そう、そしたら嬉しいなと思います。塗りツッコミしちゃったよ。辛かった台風の夜を忘れることができました。本当？本当に？
嬉しい、それが本当に嬉しいです。ありがとうございます。そう、本当にね、いろいろあるけど笑顔を忘れて聞けちゃう、嬉しい。全力で真顔を保つのに必死です。お、それは遠回しにいいと言ってくれているありがとう。あ、休憩終わっちゃう、うん、嬉しい。休憩に見てくれてありがとうね。ありがとう、嬉しい、みんなありがとう。みなりんの歌声を聞いてるだけで笑顔になれる、やったー嬉しいです。そろそろだるま落とし、だるま落としイフティンが昨日あげてくれてたやつ、あのコンコンコンってやつだよねあれ難しいんだよ意外に。そう、ということで、じゃあ一回告知を挟ませていただこうかなと思います。はい、私たち、あの、私広瀬みなりフルフルポケットというアイドルグループに所属しているんですけれども、そのフルフルポケット11月17日にワンマンライブを開催します。ここのね、上にこのテロップで打ってあるんですけど、はい、ワンマンライブ、あとね、ここのバナーからチェックしていただくとすぐサイトに行けますので、ぜひあのサイトをチェックしてほしいなと思うんですけど、そちらのワンマンライブの詳細がですね、こちらです。フルフルポケットワンマンライブ What is Pop、 こちらがですね、日程が11月17日日曜日、そして時間が会場14時半、開演15時からとなっています。会場が東京キネマクラブとなっております。イエーイ現在ね、チケットも発売、販売中なので、ぜひぜひチェックしていただけたら嬉しいなと思います。はい、このショールーム見てくださってる皆さんで、もしフルポケ気になるなって皆さんいたら、ぜひぜひね、お早めにチェックしていただけたら嬉しいなと思います。はいあ、ゲットしてくれた、みんなありがとう、やった、行きます、ありがとう、絶対行くよ、知らなかった、本当に本当に購入済み、ありがとう、嬉しい。スケッチブックのサイズ感が、え、本当収まる、収まるやつ、大人の字、本当に嬉しい。はい、ぜひね、あのフルポケ知らないって方も絶対に私たち楽しませちゃいますので、私たちフルフルポケットのポップを感じに来ていただきたいなと思います。ぜひお待ちしてます。あ、あのツイッターとか見ていただくと、今私たちメンバーでこうカウントダウンもしていたりするので、ぜひぜひ見てくださいそう、みんな褒めてくれるから嬉しくなっちゃうじゃん。はい、そしてですね、ちょっと引き続き告知をさせていただきたいんですけど、フルポケあんま知らないけど行きますあ、またヒヒヒって言っちゃった、もう、はい、ということでお、そろそろ仕事に戻ります。ありがとうね、頑張ってね、あの引き続きあの風邪とかも強いので気をつけてください、皆さん。はい、ということでですね、告知に行きたいと思うんですけど、じゃじゃん、ハロウィンポケットロードトゥーワンマンライブ What is Pop を開催します。こちらはですね、私たちの主催単独公演となっていましてですね、開催日が10月22日の火曜日のね、祝日になっております。こちらなんとですね、皆さんとっても嬉しいんですけど、嬉しい情報があるんですけど、なんとこのカボチャに書いてあるんだけどね、一般入場が無料となっています。イエーイ。そう、今もうあの予約も開始されていますので、ぜひぜひ お早めにこのチケットというかね、あの一般入場無料なので、予約を早めにしていただきたいなと思います。あ、嬉しい、みんな無料って言ってくれてる会場がツタヤオークレスト、そして時間が会場11時半開演12時となっています。そして、ね、今日めっちゃカミカミなんだけど、そしてですね、なんと見えるかな、女性の方はですね、ツーショットチェキ券がプレゼントされちゃいます。イエイ。ぜひね、この機会にあの会いに来ていただけたらなと思いますので、そう、皆さん言ってくれてるんですけど、仮装をね、なんとしちゃいます、この日。イエーイ。何をするのか、ぜひ楽しみにしていてください。はい、うん、お仕事戻ります、頑張ってね、ありがとうね。みんな全身タイツ懐かしいね、なんかもう全身タイツかもよとか言ってると本当にやることになりそうで怖いからね。そう、そしてですね、なんと皆さん、この日、先日のライブでも発表したんですけど、なんとですね、新曲発表しちゃいます。
イエーイ、どんどんどんやったね。とてもとても、あのこの前振り入れしたよってツイートしたと思うんですけど、もうねすごく素敵な曲になっていますので、新曲の方も楽しみにしていてほしいなと思っております。本当にハロウィンの仮装もするし、新曲も発表しちゃうし、しかも入場無料ということでね、このお得なこの機会に遊びに来ていただけたらと思います。今ちょうど1000人行きました。ありがとうございます。1000人の皆さんぜひ1000人は入らないか、でも本当にたくさんの皆さんと素敵な時間を過ごせたら嬉しいなと思うので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、そうお得でしかないんですよ。そうそしてですね、じゃあ大きいのからいこうかな。ででん、11月24日東京大学さんの駒場祭に出演させていただくことが決定しました。イエーイ、嬉しい。フルポケ初の学園祭なんですよ皆さん。さあ東京大学さんの、しかもねこの文章がとても嬉しくて、東大生が推すネクストブレイクアイドルライブということで、ここにお呼びいただいちゃいましたよ皆さん。もう本当に嬉しいんですよ。そう、場所はね東京大学さんの駒場キャンパス、時間が12時からとなっています。そしてですね、なんとこちらも観覧フリーとなっています。これね、本当に東大生の方じゃない皆さんも観覧フリーなので、ぜひぜひ本当にたくさんの方にこの日見に来ていただきたいなと思ってます。そう、また無料なんですよ。どうする？フルポケ見れちゃうよ皆さんという感じでね、ぜひぜひ見に来ていただけたらなと思っています。本当に東大さんありがとうございます。もう本当に嬉しいですみんなも喜んでくれて嬉しい。そしてですね、でれん、12月30日月曜日、サンシャインシティ噴水広場アイドルパレードに出演させていただきます。やったー。こちらですね、なんと会場が池袋サンシャインシティ噴水広場でのライブとなっていまして、私この前そのこれもねライブでも言ったんですけど、本当にアイドルになる前から憧れてた場所なんですよ。よく見てたし、よくリリースイベントも見に行かせていただく場所でもあるし、そう近くで行ったら最近は鈴木愛理さんのリリースイベントにね行かせていただいた場所でもあるんですよ。そうだから本当に素敵な場所でねライブやらせていただけるということで、すごく楽しみにしております。こちらも、あ、そう、見て見て、観覧フリー皆さんフルポケの観覧フリーのライブたくさんあるので、ぜひぜひ皆さんのご予定ご都合が合う日に会いに来ていただけたら嬉しいなと思います。こちら詳細はまたね後ほど後日発表となっていますので、楽しみにしていてください。はい、ね、本当に嬉しい発表ができて、あ、ごめんピンクで見づらいよね、ごめんね。はいということで楽しみにしててください。そしてちょっと告知長くなっちゃって申し訳ないんですけれども、私たちの次のライブがなんとですね明日でございまして、明日はなんと東京アイドル劇場アドバンスに出演させていただきます。はい、あ、初めてフォローさせていただきました、ありがとうございます。フルフルポケットです。そうこちらですね、毎月のように出演させていただいている大好きなアイドル劇場アドバンスさんなんですけれども、はい、会場が東京 FM ホールとなっております。すごくホールなのでね、歌がすごく響く素敵な会場となっておりますので、ぜひぜひ来ていただきたいなと思うしですね、こちらなんと来ていただいた皆さんに特典券が1枚プレゼントされちゃいます。めちゃめちゃお得なんですよ。チケットがですね1500円なんですよ。で特典券が1000円なので、実質めちゃめちゃお得なお値段で来ていただけるんじゃないかなと思うので、あと撮影可能曲もこのねアドバンスさんではあるので、ぜひぜひこの機会に遊びに来ていただきたいなと思います。明日です。皆さんね、まだまだ風とかも危ないかもしれないので、あ、ごめんなさい皆さん、プレゼントするのはツーショットチェキ券です。なので本当に来ていただいたらチェキが取れるというねお得なので、ぜひぜひ来てください。
ちょっとね、こうなんだろう、天気とかも気をつけつつ、皆さん安全に来ていただけたら嬉しいなと思います。お待ちしてます。そして10月はね、この2つもあるんですよ。エンタワ渋谷さんライブと、しかもこのね、パティロケッツ GT さんの定期ライブにも出演させていただくことが決定していますので、ぜひぜひゆるぼけのスケジュールチェックしていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ということでちょっとね、告知が長くなっちゃったんですけど、みのりんと撮るか、お待ってるよ待ってます。はい、ということでワンマンライブもね、本当にもうすぐ11月17日ということで、もうすぐなので、ぜひぜひチェックお願いします。はい、じゃあここに一回置くね。よしね、ワンマン楽しみだね。誕生日前日、そうだ、おめでたい、おめでたい日だね。そう、ぜひぜひフルポケライブにも足を運んでいただけたらなと思います。皆さん、フルフルポケットよろしくお願いします。あ、そう、あとはい、私 SNS もフルフルポケット、みんなメンバーみんなやってるんですけれども、 SNS もやっていまして、 Twitter FFB アンダーバー MINORI、 Instagram は MINORI アンダーバー HIROSE アンダーバー FFP で検索していただくと出てくると思いますので、ぜひぜひ私の SNS も、そしてメンバーの SNS も、公式の SNS もチェックしていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、お、拡散しちゃう、お、嬉しい。そう、みんながね、リツイートしてくれたりとか本当に嬉しくて、今さっきも言ったんですけど、ワンマンライブの告知もう今メンバーでやってるんだけど、リツイートとかもね、皆さんがたくさんしてくれたりとか、本当にいつも嬉しく思っています。ありがとう。はい、今何時だろう、ちょっと待ってね。あ、もう1時間経ってるね、早いね。はい、ということで、じゃあ歌にちょっと戻っていこうかなと思うんですけど、はい、あとね、でもあとね、2時半までにしようかなと思っていますので、それまでは歌っていけるだけいこうかなと思います。あと4時間しかないね2、3、4、5、めちゃめちゃ長時間配信で有名だったからねそう、でもちょっとね、配信がお久しぶりになってしまったんですけどね違う、2時半だよ、2時半。そうフリータイム、本当にカラオケ屋さんみたいになってる。あ、2時半になったらご飯買いに行く。まだ行けてない、ごめんね、この時間に。ね、いや、お昼の時間だもんね。お腹空いてる中ありがとう、見に来てくれて。また配信待ってます、ありがとうね、嬉しい、ハッピーハッピーでございます夜までやろうあ、あれです、皆さん、そう、皆さん言ってくださってる皆さん、ぜひね、明日東京アイドル劇場アドバンスというライブがあるので、ぜひそこに会いに来てくださいリップタイム欲しい？リップタイムいる？でも今日めっちゃ笑ってる。あ、いるって言ってる。その前に一回さ、前髪セットするね。なんかめっちゃさ、今日動いて、そんな動いてるかな私。すごい。分度器タイム、分度器用意しなかったよ今日。最近さ、前髪こうちょっとくぬってさせてるからさ、ね
はい。あ、欲しいって言ってる。あ、じゃあ分かった。私が最近買ったおすすめのリップ、あのさ、ツイッターで言ってた1時間迷ったリップです。これはね、リトルレディの リトルレディリュクスオールインワンルージュってやつなんだけど、めちゃめちゃあの潤うんです。じゃあ塗りますね。色がわかるかな。はい。リップタイム終了。広瀬さんになっちゃう、本当に。嬉しい。あのね、これね、あのね、これめっちゃ良くて、なんかグロスがいらないぐらいうるうるするの、ほら。そう、ちょっとラメ入ってるし、私がね、買ったのは、なんかね、12番のサンセットコーラルっていう色なんだけど、そう。あとね、迷った色があってね、そう、めっちゃ迷ったんだけど、こっちにしちゃった。そう、だからね、あの、コスメ系もいつか配信やれたらいいなと思うし、あとインスタとかにもね載せていこうかなと思います。じゃあ早速歌に行こうかなと思います。さっきがそうだよね、ジュースジュースさんの一息を歌わせていただいたので、どうしようかな。あ、最近ね、あのクリス・ハートさんの I Love You って曲を練習というかね、あの覚えようと思って、そう、昨日とかずっと歌ってたんだけど、それも歌おうかなと思います。はい、ちょっと一回探してみるね。これさ、探してる途中もさ、もしかしてさ、顔映ってる？めっちゃ必死な顔して探しちゃってるかもしれない。そう、クリス・ハートさんの曲をね、あのキーをちょっと上げて歌おうかなと思っているんですけど、ちょっと待って、探してみるね。プラス3度かな、3度でいいと思うんだけど、どうだろうな。寄り目になりそう。近すぎてね、ごめんね。めっちゃ、もう本当にさっきからすごい近づいちゃってるよね。コメントがね、コメント読むと近づいちゃうんですよね。もっと近づいたら目だけになっちゃうよ。近ければ近いほどやらかな。本当に見づらいでしょ、だって。あ、でもカメラこっちだよね。塗りこっち見ちゃってる。はい、ということで、じゃあ早速、あ、1200人の方が見に来てくださってありがとうございます。じゃあちょっと難しいんですけど歌ってみようかなと思います。いきます。悲しそう。
の胸に届いてますか。 I love you, I love you, I need you。クリス・ハートさんの I Love You を歌わせていただきました。ありがとうございます。そう、ちょっと今練習中というかね、本当に最近歌いたいなってふと思って歌練習してみたんですけど、ありがとうございます。嬉しいです。本当にみんなうるうるしてくれてる、ありがとうございます。そうなんです、私男性の方の歌はあんまり歌う機会がなかったんですけど、そうキーを上げたりすると歌えるので、そうでもね、私低い声がすごく難しいなってすごく思ってて、そうどちらかというと高い音の方が出しやすいんですよ。そう、それでね、C とかにどうやったら出るのって聞いたりとかもしてて、なんかその男性の方の歌を歌ったりすると出るようになったりするみたいなことも聞いたりするので、そう、それもやったりとかしてるんですけど、低音出ないマンだったけど最近出るようになったよね。本当に嬉しいです。いや本当に昔はね、もっと今よりもっと出なくて大変だったんですよ。そう、リーダーにね聞いたりしてます。
そうなのね、シーンすごくね、そう、シーンもすごく素敵な声だし、そう、低音がね、本当に特に尊敬なんですけど、そう、はい、ということで、ちょっとなんかしんみりしちゃったね。しかももう3時、違う、2時半までもう目前になってしまった。からちょっと盛り上がっていこうかな。そう、でも大原櫻子さんも歌いたい。から、一回、あ、じゃない。今がアーティストさんの歌でしょ？だから、じゃあ分かった。みんな知ってるかな？スマイレージさんの有頂天ラブを歌っていこうかなと思います。一人で歌うの大変なんだよね。頂点ラブないかな。あった、ありました。みんなで一緒に楽しみましょう。 スマイルジさんの有頂天ラブを歌わせていただきたいと思います。いきます。彼と10時に待ち合わせてるの。今日香りを少し変えたこと気づくかしら。君はボードダストがかかるほど恋落ちしてるわ。大好きが止まらない。あらみ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 らぶみぐショックを起こすほど時代は変えるわ。スポットライトを浴びる二人、口づけをしましょう。 I love ランチ代どの店にするかじゃんけんで決める。ボーソー本当は全部決めてくれてもいいのよ。君が 50% の焼き餅は愛の裏返し。世界を変えてよ。ほらみ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 らぶみぐよ。100%の愛情は嘘なんかないよ。どこでもついてく君の後をずっと愛し合いましょう。スポットライトを浴び
二人口づけをしましょう。盛り上がる曲だしさ、そう。あ、時間が迫ってきています。どうしようかな。じゃあ今日は最後にしようかな。あ、嬉しい。楽しそうに歌うみたいで好き。本当？いや、ほんと歌うの楽しいなって日々感じていますよ。最強かよ、嬉しいかよ。ありがとう。嬉しい、もっと聞きたいって言ってくれてる。延長料金払ってくれるの？本当にカラオケ屋さんだよ。あのね、もっと聞きたいと思ってくださった皆さんは明日ライブがあるのでぜひね、聴いてほしいなと思うんですけど、最後もちょっと明るめの曲でいこうかなと思います。あの、桜子さん、大原桜子さんの明日も、あの、でも正確にはマシュー&コーさんっていう、あのね、映画の中でやられてたけど、あ、でもね、本当にマシュー&コーさんもあるんですけど、ちょっと一回調べますね。明日も、あ、あったカラオケのね、やり方分かったよ、みんな。だんだんマスターしてきたぞ。そう、知ってるかな？あ、弾き語りで聞けたやつ。ほんと？そうそうそう。でもね、ほんとに、あの、大原さくら子さん、弾いて歌われていらっしゃるので、ほんとにね、憧れるんですよ。そうそうそう、カノウソのね。そう、私好きで見てました。はい。ということで、じゃあ、最後の曲になるかなと、思うんですけれども、皆さんぜひ明日も聴いてください。入り方がわからない、これ。え、ちょっとごめんなさい皆さん。もうこういうところでさ、ね、こういうとこがいけない、本当にごめんなさい。あのね、チッチッチッの音がね、聞こえなくてね。本当にごめんなさい。ね、こんなに見に来てくださってるのに、あ、罰ゲームとか言われちゃう。ちょっと、ちょっともう一回挑戦します。ごめんなさい、いきます。え、ちょっと待って。これもう一回やんなきゃいけないんだね。ちょっと待ってね。本当に嫌になっちゃうね。明日も、明日も。みんなありがとう、落ち着いてって言ってくれてる。じゃあね、行きたいと思います。10年後の未来、ここなんては
シャンドコウさんの明日も歌わせていただきました。ありがとうございます。やった、嬉しい、みんなありがとう。はい、ということであっという間にね、1時間半経ちましたね。早いね、本当に。告知もねちょっと多めだったんですけど、まあでも、あ、そう、最後にねまた告知もさせていただきたいなと思います。ね、早いね、本当にみんなカラオケ屋さんになってる。そう、今日は1時間半にしようかなと思っています。ルームフォローしました、ありがとうございます。ありがとうね、本当に。でもまたね、なんかできたらいいなと思っているので。50個星投げました、好きです。あ、ありがとう、すごい、皆さんいっぱいありがとうございます。夜公演、何時からだっけ、夜公演はですね、あの、皆さんの今日は夢の中に出ていこうかなと思います。それか明日のあの東京アイドル劇場アドバンスに来ていただきたいなと思います。歌配信もコスメ配信も全力待機してます、ありがとう、嬉しい意志が強くなった。そう、いつもね、そう、やめたくないって。でも結局ね、あの、最後は寂しくなるんだよね。そうなんですよ。ということでね、夢で会いましょう、夢に出演させてね、みんなのということで、じゃあランキングを、あ、発表していこうかな今すぐ寝ます今すぐ行かなきゃじゃあランキング、あ、ちょっと待って、じゃあまだ告知をするのでね、じゃあ告知をしてからにしようかなと思います。嬉しい、1521人の方来てくださってありがとうございます。ルームフォローしなきゃ、あ、ぜひぜひしてください。そう、あの、ワンマンライブ、このテロップにもあるんですけど、11月17日のあのワンマンライブに向けて、できる日はあのショールームもできたらいいなと思っているし、あと歌配信もね、今日みたいに、あの、でも今日はあの初回だったから多分余計にヘラヘラしてたけどそう、あのね、次はできるかなと信じてます。ということで、じゃあもう一回告知をさせていただきたいと思います。
告知は大事。そうだよね、告知は大事ですね。夢の中用の音源欲しい夢の中用のセトリを考えなくちゃね。ヘラヘラもかわいい。本当にあのね、ちょっとしっかりしてって感じだよね。ということで、じゃあ、 あの告知をさせていただきたいと思います。じゃあまずはですね、こちらのテロップにもある11月17日にフルフルポケットワンマンライブアトイズポップを開催します。イエイ。はい、こちら久々のフルフルポケットのお久しぶりのワンマンライブとなっています。タイトルが What is Pop なんですけれども、フルポケのポップをたくさん皆さんに感じていただいて、そのポップをみんなで楽しんでいこうっていう、楽しみたいというライブにしていきたいなと思っているので、ぜひぜひフルポケの音楽を楽しみに来ていただけたら嬉しいなと思います。はい、日程が先ほどもお伝えしたんですけれども、2019年11月17日の日曜日に開催します。そして時間が会場14時半、開演15時開演15時になっています。会場が東京キネマクラブです。はい、すごくね、キネマクラブ初めてなんですよ。そう、でもすごく素敵な雰囲気だし、こう2階席もあったりとかね、もうすごく、あの階段もあるの。そう、楽しみなことたくさんなので、ぜひぜひ皆さんこの日は、あのこちらのバナーからもチケットゲットできますので、ぜひお早めにゲットしていただけたら嬉しいなと思います。はい、これに向けても、あの今のショールーム配信もそうだし、ツイッターでメンバーのこうなんだっけ、カウントダウンのこうね、回してみんなでやっている、毎日やっているので、そちらもぜひツイッター、私たち4人のツイッターフォローしてチェックしていただけたら嬉しいなと思います。はい、そしてですね、もう一個主催というか単独のライブがありまして、じゃじゃん、ハロウィンポケットロードトゥワンマンライブ What is Pop ということで、こちらなんとですね、先ほどもお伝えした通り一般入場が無料となっています。そして女性の方ツーショット付き券がついてくる、とってもお得なライブになっていまして、しかもね、新曲披露があるのと、ハロウィンということで仮装もしちゃいますので、皆さんぜひぜひ本当にいろんな楽しみを持って会いに来ていただけたら嬉しいなと思います。あの配信見てくださってる皆さんで初めて見たよっていう方もぜひぜひ、こちら無料なので、お気軽に会いに来ていただけたらと思います。はい、ぜひぜひお越しください。そう、ぜひお友達も皆さん誘っていただけたら嬉しいなと思っています。はいね、こう皆さん仮装楽しみにしてくれてて、そう、私たちもワクワクしてますけれども、新曲もね、本当に素敵な、本当にね、もう言えないんだけど、 いろいろね言っちゃうとさ、ボロが出ちゃうからさ、あの言えないけど、もう本当に素敵な曲に、振り付けに本当に素敵なので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。そしてですね、はい、11月24日に東京大学さんの駒場祭に出演させていただくことも決定しました。はい、こちら東京大学さんの駒場キャンパスで12時からなんですけど、こちら東大生の皆さんだけじゃなくて、本当に皆さんも観覧フリーとなっていますので、一般の方もぜひぜひお気軽に遊びに来ていただけたらなと思います。そしてですね、こちら12月30日にサンシャインシティ噴水広場アイドルパレードというライブに出演させていただくことも決定しています。これ憧れのね、池袋サンシャインシティ噴水広場ということで、こちらも観覧フリーとなっていますので、もうね、観覧フリーはたくさんあるんですよ今のところ。このね、東大さんのライブと、このサンシャインさんのサンシャインシティのライブと、この私たちのね、単独のハロウィンポケット、この3つが今単独無料で見れちゃうライブなので、ぜひぜひお越しいただけたら嬉しいなと思います。はい、そして明日はですね、私たちフルフルポケット東京 FM ホールにて東京アイドル劇場アドバンスに出演させていただきます。はい、こちらね、あの土日は本当に台風でね、すごく大変だったんですけれども、このそのね、残念だった思いとか、いろんな思いを皆さん元気にするべく、この日にね、たくさん詰め込んでお届けしたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんもあのワクワクする気持ちだけ持って会いに来ていただきたいなと思うし、なんとですね、入場していただくと、あのツーショットチェキ券がついてくるんですよ。そう、とってもとってもお得なので、ぜひぜひ会いに来てください。
はい、東京 FM ホールでお待ちしてます。そしてですね、こちらのライブも決まっております。はい、見えるかな、エントバ渋谷さんが10月19日、でそして10月27日にはパチロケさんの定期公演に出演させていただきますので、本当にね楽しみなライブたくさんあります。まだまだあるので、詳しくは私たちの公式ホームページや SNS をチェックしていただけたら嬉しいです。はい、あ、間に合った、お初です、こんにちは、ありがとう、来てくれてありがとう、嬉しいですね。今1587人の方が、ありがとうございます。さあ、本当にまだまだフルポケ楽しみなことたくさんあるので、ぜひぜひ今後ともね、フルポケについてきていただけたらと思います。はい、本当に個性豊かなメンバーでフルポケお送りいたしますので、そうね、昨日もね、ユフが配信ね、する予定だったんですけど、ちょっとね、いろいろありまして。でもね、本当にユフが、このね、ワンマンライブに向けても、こう、いろいろやっていこうっていうのをね、話を、こう、進めてくれたりもしてて、ショールームもね、話も持ちかけてくれたりとかも、メンバーでね、協力しながら、このワンマンライブ盛り上げていこうと思っていますので、ぜひぜひ皆さん、一緒に、皆さんのお力を、お手添え、なんていうの、お貸しくださいぜひぜひみんなと一緒に楽しい素敵な最高のライブにしていきたいなと思うので、ぜひぜひこのね、11月17日のワンマンライブお待ちしております。チケットも現在こっちからこのバナー赤いね、チェックの What is pop って書いてあるバナーからゲットできますので、ぜひぜひお願いします。お手、なんて言ったらいいんだこれ、お力添え もういろいろとね、ショールームやってるとバレてしまうよね、本当に困っちゃうね。はい、ということで、じゃあ、もう1時間半経っちゃったね。ということで、じゃあランキングを確認していきたいと、見ていきたいと思います。じゃあ3位からいきますね。3位、大五郎さん、ありがとうございます、ありがとう大五郎さん。はい、そして2位、リースさん、ありがとうございます、ありがとうリースさん。そして1位がですね、1位はきのさん、ありがとうございます、きのさんありがとう。はい、皆さんもね、本当にたくさんアイテムとかね、うまいとかさ、いろいろすごくかわいいやつだったりとか、いろいろ投げてくれて、コメントもたくさんしてくれて、何よりね、見に来てくださって本当にありがとうございました。初めてのカラオケ配信ということでね、ちょっとね、グダグダってしちゃったところもあると思うんですけど、はいでもよかった、皆さんどうでしたかね、楽しんでいただきました、夢のソロライブが見れて幸せすぎました。本当？嬉しい。最強の現場、やった！喋るときお手伝いしなくて、お手伝いしてないもん。楽しかった、よかったです。楽しいひとときでした。ありがとう。初めてと思えないくらい楽しかった。本当？嬉しい。皆さんのそういう一言が本当に私の力になってます。ありがとうございます。はい。ということでね、明日はちゃんと前髪に魔法をかけていくので、皆さん微動だにしないようにはい、しますね。フルポケのみのりちゃんだ、こんにちは、ありがとう。カラオケ配信最高だったよ、また聞きたい。本当嬉しい。アンニョン、あ、アンニョンって韓国の言葉だよね。ありがとう、来てくれてありがとうございますでもお手添えって言っちゃったからさ、もうね、うん、またねカラオケ配信もやっていきたいなと思うし、あと皆さんからのリクエストで歌うコーナーもやれたらいいなと思うんですけど、でもね、たまにさあるじゃん、そのサビだけ歌えるみたいな時とかはあるから、ちょっとね、練習もしたいなとも思うんですけど、
そうね、弾き語りもね、いつか配信とかもできたらいいんですけど、まだ全然、ね、練習中なんですよ。そう、いろいろ覚えることもたくさんあって。ね、いつかまた皆さんの前でね、ギターも弾き語りもできたらいいなと思います。そう、みんな気になってるでしょ？この後ろのメロンパンはね、生誕祭の時に、スタンドフラワーにつけてくださってたんです。すぐかぶりたいマンだから。そうなんです。え、これめっちゃでかいの。なんかさ、こういうアニメあったよね。なんかさ、鼻をさ、プップってやるとさ、なんかわーってなるやつ。そう、かぶれるんだよこれ。かわいいでしょ。そう、皆さんの愛が詰め込まれています。これ見るとね、生誕祭の時のことが思い浮かぶよね。 ありがとう、大事にしています。そう、いつもね、家に、ユフの家にいるクマちゃんとは違うんだけど、私もね、実はね、2歳3歳ぐらいの時に買ってもらった大きいクマがいて、そのクマにかぶせてるんです、いつも。そうそう、ゲンマルちゃんじゃないんだけど、あ、ゲンマルちゃんだっけ。そうそうそう、ドンってやっちゃった。はい、ということでね。ね、そのうちね、ユフティも昨日できなくて残念だったんですけど、やる予定があるので、ぜひ楽しみにしていてください。そう、メンバーもね、いろいろとタイミングを見て配信していくと思いますので、ぜひぜひ、シーとヒナとユフのチェックもしてください。 はい。萌え台詞は、今日はしません。 そう、楽しかったね、生誕祭、本当に。あ、そう、改めてこの配信はね、生誕祭以来は、ん？生誕祭以後？してなかったもんね。生誕祭来てくださった皆さんありがとうございました。そう、今でもね、メッセージボード見たりとかもしてるし、本当に嬉しかったです。 そう、次はね、ワンマンライブもあるし、ぜひぜひ会いに来ていただけたら嬉しいなと思います。非常食で食べる、絶対食べれないもんこれ。 食べれる？ワクワク。明日の見どころ、明日はですね、やっぱり、ツーショットチェキ券がつくということで、すごくお得だし、しかも45分公演なんですよ、東京アイドル劇場アドバンスさんは。そう、毎月のように出させていただいている、本当にね、フルポケが大好きなイベントなんですけど、そう、そのイベントに今月も出演させていただくということで、セトリもね、こう言えないけど 盛りだくさんだし、そう、撮影タイムもあるので、ぜひぜひ皆さんカメラを持って会いに来ていただけたらなと思います。本当に座ったりもできるし、立って見れるし、いろんな楽しみ方ができる会場でもあると思うので、ぜひぜひ皆さん、風とかに気をつけながら、風とかでなんか倒れてくるとかもあると思うので、皆さんぜひ気をつけながら会いに来ていただけたらと思います。はい。はい、ということで、じゃあ終わりにしようかな。このさ、閉めるときいつも寂しくなるよね。 あるあるですね。明日ウィンクみどりを見れるの楽しみにしてる。お、そう、ウィンクするから皆さん要チェックですよ。あ、そう、私たちフルフルポケットの新曲、3ヶ月連続新曲の1曲目の、シンデレラポップって曲は、みんなでこうウィンクしてるところがあるんですよ。そこはもう誰見てもウィンクしてるから、ぜひぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。はい。 そう、いろいろこういう曲もあるし、なんかいろいろ本当にね、ウィンクは多分メンバーそれぞれ好きなタイミングで入れてる曲もあるので、楽しみにしていてください。みなりんが一回ウィンクするたびに倒れる体質なんですけど、生きていけますか？おお。 それは鍛えなくちゃいけないですね。 だから何回も、ね、そう、でもみなりんもね、何回もしちゃうからね、いつも。そう、昨日の公式で上がってた動画でも、
実はね、ウィンクしてるんですよ。見つけてみてください、ぜひ。はい、ということでですねすごい、1680人の皆さんありがとうございました。見に来てくださってありがとうございます。ぜひフルフルポケット覚えていただけたら嬉しいなと思います。はい、あ、そっか、スクショタイムしよう。あ、でもさ、告知ボードめっちゃ大変だよね、これいっぱいだから。あ、でもやるね、ちゃんと皆さんに届けたいし。いきますよ、じゃあまずこのワンマンライブの告知からボードからいくね。ほ、後ろに行けば見えるかな。はい、早速飛び出すウィンク。はい、そしてハロウィン。ハロウィンって何？はいハロウィン、うん、でしょ。こちらの明日のライブ、明日、こちら明日ですよ。はい、そして東大さんの、なんかさ遠い、遠くない、大丈夫かな。そしてこちら、噴水やりたいけどできない。そう、バリエーションに悩んでたんだ。はい、ということで告知は大丈夫かな。そしてぜひね、私の SNS もそうだし、メンバーの SNS、公式の SNS もチェックしていただけたら嬉しいです。はい、ということで結局ね、長くなっちゃうんだよね、いつもね。はい、ということで1700人の方、ありがとうございますそう、はい、ということで、じゃあ今日は終わりにしたいと思います。まだまだね、風も強いし、いろいろとちょっとね、備えつつ、皆さん安全に明日お会いしましょう。お待ちしてます。皆さん見に来てくれてありがとうございました。また明日ね、バイバイ じゃあこれってさ、どうやって終わるんだろう。配信設定変えるできたはい、ということで、ウィンクすると終わるの？ほんと？ウィンクするとカシャってなるのかなじゃあ終わります。じゃあウィンクして終わるね。ありがとう、みんな。また明日ねー。